ケモンソルジャーのエイゼロです。切ないです。来月からウーラオスが解禁されるんだけど、剣盾の頃みたいにダイジェットで対策というわけにはいかないから、昔に比べて対策方法って減ってきてるよね。一撃アクウラオスはフェアリーテラスすればタイプ1量半減できるけど、水はテラスタルだけで簡単に対策っていうわけにはいかないよ。一撃か連撃かセンス画面でどっちか分かんないっていうのが強さなんだけど、両方の姿に共通してるのは接触技をメインで使うということ。まあ、向こうからそうやって触ってきてくれるんだったら、まあ、ゴツ目で削ったりタスキ潰したら、まあ、まだまあ対処は楽になってくるのかなって思うんだけど、まあ、こんな風に歴代でも、まあ、ピンポイントの対策のためにゴツゴツメットって持ち物使われてきたよね。なんなら世代によってはもう最強ポケモンをボコボコにするためにもうゴツ目枠なんて言われるぐらいには使われてる持ち物だったね。まあレギュレーション D から登場するウーラオスも間違いなく最強のポケモンで、まあ、その対策にゴツゴツメットが用いられることも多いと思うので、今回ゴツ目にまつわる話、ゴツ目にボコられたポケモンを5体紹介していきたいと思います。まずは連撃ウーラオス。一撃ウーラオスより連撃ウーラオスがゴツゴツメットにボコられる要素としては、水流連打の3回攻撃。別にインファイト打てるのに水流連打を押した時に限ってナットレイ出てくる時一番しょうもない。まあそんなナットレイも SV ではいないので、まあ、動きやすさ上がってそうだね。この連撃ウーラオスがゴツゴツメットに対してどう動くかって言ったら、8世代だとさ、ダイストリーム打ってゴツメサンダー後出しにリスクをつけるみたいな立ち回りはあったと思うんだけど、9世代はダイマックスはないからね。パンチグローブ持つしかないのか。そうだね、パンチグローブ持ったらゴツメも静電気も食らわずいけるけど、代わりにふかしの拳が発動しなくなるらしいんだけど、悲しいけどまあしゃあない。トンボ返り打って逃げるみたいなのは立ち回りの一つだとは思うけどね。トンボも接触だから低数ダメージ1回分は入るけど、ヘイラッシャとか崩しに行ける特殊アタッカー出せるなら、まあ、全然いいよね。一概にゴツゴツメットをただ持つだけでウーラオスの対策になっているわけではないっていうのが、今後も、まあ、ウーラオス最強環境になりそうな匂いがしますね。次がラッキー。特殊な例だね。挑発と組み合わせることで卵を海も封じて地球投げしか出せなくすることで、まあ、たとえボルトロスみたいな特殊アタッカーでもラッキーを突破する可能性がある。ゴツゴツメットが登場した5世代の時からある方の一つなんだけど、初めて見た時めっちゃ感動したの。面白いよね。なるほど、その手があったか。最近の世代だと地球投げワンウェポンだったらサウゴーとか羽ばたく神に完封されて悲しいから、なんか シャドボとか持ってるのがつまんないけど、こういったボコられ方するポケモンもいるっていうのは面白いよ。次がガルーラ。ゴツゴツメットという持ち物がなかったらゲームがどうなっていたかわからない。メガ進化して実質火力が 1.5倍、追加効果も2回分、まあ、その分ゴツゴツメットが2回触れるっていうところで、もうゴツ目枠っていう言葉はもう6世代だと当たり前のように使われていた言葉で、まあ、特に防御が硬いポケモン、まあ、代表はクレセリア、ガブリアスとかも持ってたり、とにかくいろんなポケモンが強いゴツゴツメットでのガルーラの倒し方模索していた時代で、猫魂とかに対して HP の3分の1削れてアドバンテージを取れるみたいな展開は実際よくあった。それができればゴツ目枠としては理想だよね。でもなんかゴツ目を倒すメガガルーラの方がたくさんいたという、まあ、最初は地震とか岩なだれとかが非接触技だとよく使われてて、なだれ打ってるだけでひるんで負けていくみたいな展開もあったんだけど、受けのポケモン以外にはそんなに強くないから、まあ、実際そこまでの使用率ってのは伸びなくて、 HP に振ってグローパンチプラスステミタックルのゴツ目ダメージと反動ダメージを耐えつつクレセリアを突破しようみたいな方で、さらにそこから出てきたのが威力70の代わりに非接触技である秘密の力を採用するガルーラ。威力下げてもゴツ目に触らねえっていう、この秘密の力がゴツゴツメットを触らないせいで、まあ、低耐久のゴツゴツメット消し去った。カバルドンとかエアーモードだったら特殊技で殴られてやられるから、ね、カバルドンはレイトウィームで倒されるみたいな。これってゴツゴツメットにボコられたポケモンの話だよ。ゴツゴツメットにボコられると見せかけてゴツゴツメットのポケモンもボコっていく。でもメガガルーラを一番倒したのはゴツゴツメットであることは間違いないよ。ギリゴツ目にボコられたということにしておこう。ガルーラといったらゴツゴツメットであることは、まあ、間違いないから。次がザシアン。本当に接触技しか使わないポケモンだから、とにかくゴツゴツメットに触れる機会っていうのは多いポケモンだったね。特殊技使うにも C が80しかないからね。 C ブッパムーンフォースでもヌオを倒せなかったよね確か。
非接触の物理技はサイコカッターだけ。俺サイコカッター使ってたわ。ゴツメ嫌いすぎてめっちゃ弱かったけど。うん、わかるわ。さっき連撃ウラオスでダイストリーム打ってゴツメ触るの回避って言ってたけど、ザシャンはダイマできないから絶対触るもん、ね、殴るイコールゴツゴツメットを触れるっていうところで、多分剣盾でザシアンと対戦したことある人は知ってると思うんだけど、イーチフリーザシアンってめっちゃ硬いんですよ。ランドロスの地震とかをちょうど耐えるような耐久力だからね。でもゴツメに触れたらイーチフリーザシアンが大体ムフリーザシアンぐらいになるから倒しやすくなるよね。このゴツメ1回の削りっていうのがもうかなり大事、まあ、例えばイベルタルとかにゴツメ持たしたところで本当にゴツメ1回しか入れられずにワンパンされてやられたりするから、結構ちゃんと固めのやつが持ってたよね。まあ、代表的なとこだと、まあ、ヌオーとか、まあ、またまたサンダーとか、まあ、ウーラオスとかガルーラみたいなゴツメの回避手段がないから、そこもゴツメで対策っていうのが多くなってた理由ではあるよね。ゴツメで削って裏の剣内に入れてみたいなのが計算しやすいからね。まあ、SV で弱体化されたからゴツメ入れてるだけでもうザシアンかもれるぐらいにはなってんのかな。なんならゴツメいらないんじゃない、必要ないぐらいには弱くなってしまったのかもしれませんね。最後がドドゲザン。 SV だと分かりやすくゴツメに止められたポケモンの代表だね。誰のゴツメかと言ったらカイリュウかな。そうだね、特にシーズン1カイリュウもドドゲザンもどん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 評価を上げていってたくさん使われるようになったんだけど、その中でゴツゴツメットのアンコール羽休めのカイリュウはドドゲザン受けとして完璧な性能を誇ってたね。炎の図打った時に突破を図ろうとして剣舞打ってきたらその後アンコール、剣舞の後不意打ち打ってきてもそれをアンコールして不意打ちをすかし続けるみたいな、普通にドゲザンで殴るみたいな展開にカイリュウ後出ししたもゴツゴツメット入って、まあ、羽休めに引いてみたいなのを繰り返してたら、まあ、カイリュウは突破できないわけで、まあ、実際ゴツメカイリュウでドドゲザンをかもるみたいな展開はシーズン序盤は特に多かったね。シーズン1の構築維持にフェアリーテラバーストドドゲザンいてなるほどってなったわ。一生テラバースト打ってゴツゴツメットも食らわないから、まあ、逆にかもれるよね。まああと、まあ、別にそんなテラバーストとかしなくてもギロチン打てばゴツメ触るの1回だけで済むんですけどね。まあギロチンが一番わかりやすいという。今日紹介した4体のどれよりもスマートにゴツメを瞬殺するパワーを持ってるから怖いよね。他にもね、アンコール対策のメンハとか持たせて突破するみたいなドドゲザンもいたぐらいだからな。まあ、ゴツメ対策対策は、まあ、いろんなものがある、まあ、テラバーストっていう技が存在してる時点でね、まあ、旧世代はゴツゴツメット頼りっていうわけにはいかないゲームなのかなと思う。甘い世界じゃなさそうだね。というわけでゴツメにボコられたポケモンを紹介してきました。連撃ウラオスの影響でどこまでゴツゴツメットが需要高まるのかわからないけど、ゴツゴツメット入れて対策安心してたら最終日に水テラバーウラオスが出てきて破壊されるかもしれないんでご注意を。まあ、水テラバーはやりすぎてもね、いろんなテラバーストは打ってくる可能性大いにあるから。これで連撃ウラオス全然強くなかったらどうしよう。まあまあそんなことないと思うけど、まあ、シーズン序盤ウラオスに困ったら一度ゴツゴツメットを使って水流連打ウラオスのあの右手と左手を血だらけにしてあげましょうそうだね、まあ、そっから対策が出てきて環境回ってってっていう感じで、まあ、レギュレーション D の始めを楽しめばいいのかなと思います。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。